暑い日が続きますね。今日の夕飯ですが、軽くそうめんでいきたいと思いますね。これはうちの、家庭菜園、トマトです。今日は収穫してしまったんでね、あんまりないですけど、こんな感じで、いっぱいできます。その他に、こちらはゴーヤですね。まだ10センチクラスのが数本しかできてませんけど、夏場真っ盛りになれば大きいのは毎日5、6本取れます。でこれはおまけですけどね、大葉ですね、大葉今日はこの大葉も使います。はい。今日のそうめんのですね、夕飯の材料、これ以外にもあるんですけど、まずですね、ボウルに入っているのは先ほどの、とこから取ってきた大葉ですね。ちょっと大きいサイズですけど、6枚ぐらいありますね。これが、近くの近所の納豆なんですけど、これがまた美味しいんですよ。3つ入ってて、なんとずっと58円だったかな、58円なんですよ。おかめ納豆よりかこっちの方が美味しいですよ。はい。これは市販のそうめんですね。はい。これはうち今日は朝採れたトマトです。ミニトマトですね。これすっごく美味しいですよ。はい。これはまだうちでゴーヤ収穫できませんので市販のです。1本100円でした。これを輪切りにします。輪切りにしてこれをですね、天ぷらにします。天ぷらにしてですね、味付けはこの玉ねぎスープのコンソメです。はい。これは自分が考えたレシピですよ。めちゃくちゃ美味しいです、これ。つまみっていうか、あれで、チーカムにですね、きゅうりを挟んで、一品物で作りたいと思いますね。はい。はい。こちらは先ほどのですね、笹かまにきゅうりを、入れるっていった一品料理ですね。こんな感じで。そうめんだけじゃちょっともったいないからさっぱりしたものを、作ってみました。はい。まずはゴーヤの天ぷらのレシピですね。天ぷら粉ですね、かなり、濃いめというかですね、硬い、この辺硬いぐらいですね。そこにこのゴーヤを入れるんですけど、これなぜこのゴーヤのですね、この中身が入っているかと言いますね。普通はこれゴーヤチャンプルとかの場合、これを中身、この白いワタを取るんですね。この種も全部取るんですけど、この中身のこの白いこのワタとこの種が天ぷらにするとすごく美味しいんですよ。これも捨てたらもったいないぐらいですね。はい。普通は苦いんですけど、天ぷらにしたらほとんど苦くないです。はい。なので、こういう風にして一緒に、天ぷらにするんです。はい。例えば、こんな風にしてですね。こんな風に濃いんですね。濃くします。いっぱいここに、こんな感じになるんですね。ちょっとベトベトになるぐらい、このぐらい、天ぷら粉をつけます。これで、ちょっと茶色くなるぐらいまで揚げます。あとで完成したのを見せますけどね。はい。はい。ではちょっとですね、この大葉を、千切りにしたいと思いますね。これでですね、そうめんの、つゆ2種類、1つは先ほどですね切った、大葉と納豆で、めんつゆを入れたものです。でこちらはですね、一般的に、ネギと生姜でさっぱりと2種類で、そうめんで食べたいと思いますね。はい。今、ゴーヤの天ぷらを揚げてます。冷やしすぎと電気の無駄をなくします。今から、味付けをします。三井熱心三菱大人を旅する不思議な。はい、完成です。進化とは。完成しました。
今からいただきます。